まだ真夜中のはずだ。
をご神体として祀る風習があった。水は魂の源である。また魂は帰る場所でもある。水から生まれた魂を
水へと返す。この山の水に触れて死を迎えることは輪廻することとして正しい死に方であるとされている。Yeah!
水の清らかさを守るために選ばれた巫女たちが常しえば人柱として水に捧げられていた。あの黒い箱に入れられて。
日向崎さん親子を、ルイ、連れ戻した方がいいが、柱を失った奴